IRT フラッシング線のクイーンズブールバード高架橋、ニューヨーク市地下鉄は、ニューヨーク市の5つの行政区のうち4区内で運行している公共地下鉄システムである。現在のシステムは、かつてのインターボローラビットトランジット、ブルックリンマンハッタントランジット、そしてインディペンデントサブウェイシステムから受け継がれている。ニューヨーク市は、IND の発足時からこの会社を所有しており、 BMT と IRT は1940年に買収した。かつての IRT のシステムは現在は A ディビジョンに属しており、かつての BMT と IND のシステムを統合したものは B ディビジョンに属している。ニューヨーク市地下鉄の命名体系において、路線と運行系統という用語は互いに異なった意味を持っており、混同してはいけない。日常的に、または メディアや時には、またのウェブサイトですら、ラインとサービスを混同している場合がある。この一覧では、正式な意味でのラインについての用法を使用する。路線とは、列車がその上を走る物理的な構造物及び軌道のことである。ニューヨーク市地下鉄システムの各区間には独自の路線名が割り当てられている。各路線名は、その路線が所属するかつてのディビジョン名が頭に、 つけられている。例えば、マンハッタンの8番街の地下を走る路線は IND8 番街線である。いくつかの路線は名前を変更したものもあるが、それは稀である。一方で、運行系統は、列車が様々な路線を乗り継いで走る運行経路のことを意味する。運行系統はいくつかの路線やディビジョンをまたがって走ることもある。例えば、R 系統は、 IND クイーンズブルールバード線、BMT ブロードウェイ線、および b m t 四番街線をつないで運行している。各運行系統には独自の色が割り当てられている。1979年以降、各運行系統の色はミッドタウンマンハッタン内の路線に割り当てられている色と一致する。ただし、例外はマンハッタン内を運行しない IND。 クロスタウン線のライムグリーン色とニューヨーク市内に複数散らばっているシャトルのダークスレートグレー色である。期間路線とその対応色の一覧は以下の表の通りである2016年現在34の路線が使用されている。アーチャーアベニュー線と63丁目線はその構造上2つのディビジョンにまたがっており BMT と IND で それぞれ別々の路線として区分されている。以下の一覧では、路線名の左横に色が記されている路線は、基間路線であり、各路線を走る運行系統及びシャトルの色付きラベルも記載されている。開業日は、その路線の最初の区間が営業を開始した日である。ディビジョンは、その路線が現在所属している、ディビジョン及びディビジョンが変更されたものは、元々のディビジョンが、 カッコ内に記されている。以下の一覧は、異なるディビジョン間の連絡線を記す。これらの連絡線は営業運転されている。列車によって使用されている。この連絡線は、列車の幅が違うため営業運転では使用されていない。これらの連絡線は、ニューヨーク市地下鉄の車両基地内にあり、営業運転での利用は意図されていない。同一ディビジョン内での連絡線がいくつかあるが、 これらは通常の運行では使用されていない。ブルックリンマンハッタンクイーンズニューヨーク市地下鉄の路線の多くには営業運転では使用されていない急行線が走っている。これらは主に通常運行からの経路変更時にのみ利用される。線路が付接形態で色分けしたニューヨーク市地下鉄マップ。地下はオレンジ、高架、地平、築堤、霧通しは 青で塗られている。ニューヨーク市地下鉄の多くの区間は地下を走っているが、以下の区間では地上を走っている。線路の車線数で色分けしたニューヨーク市地下鉄マップ。通常の営業を運転されているすべての路線は、最低2本の線路を持つ。例外は、BMT フランクリンアベニュー線のフランクリンアベニュー駅とパークプレイス駅の間で単線となっている。ニューヨーク市地下鉄は、 いくつかの区間で参戦となっている。三本目の線路は、通常混雑方向へのエクスプレス、または、経路変更時の仕様となっている。例外は以下に記載する。IRT ブロードウェイ -7 番外線、番コートラントパーク -242 丁目駅の、南からダイクマンストリート駅の北の間および145丁目駅の、北から96丁目駅の北の間の区間。 IRT ホワイトプレーンズロード線、ベークフィールド -241 丁目駅の南から3番街 -149 丁目駅の東の間の区間。IRT レノックスアベニュー線、135丁目駅。営業運転では中央の線路は使用されない。IRT ジェロームアベニュー線、ウッドローン駅を除く全区間。IRT ダイヤーアベニュー線、 全区間 IRT ペラム線、全区間 IRT フラッシング線、33丁目、ローソンストリート駅からフラッシング、メインストリート駅の間の区間。IRT ニューロッツ線、ジュニアスストリート駅。営業運転では、中央の線路は使用されない。i n d フルトンストリート線、80丁目駅の、西から、オゾンパーク、レファーツブールバード駅の西の間の区間。 BMT ウエストエンド線、9番街駅から米50丁目駅の間の区間。IND コンコース線、145丁目駅からベッドフォードパークブールバード駅の間の区間。IND カルバー線、チャーチアベニュー駅の南からアベニュー X 駅の間の区間。BMT ジャマイカ線、マーシーアベニュー駅からブロードウェイジアイクション駅の間の区間。および111丁目駅。 営業運転では、中央の線路は使用されない。BMT カナーシー線、東105丁目駅。営業運転では、東側の線路は使用されない。BMT アストリア線、クイーンズボロプラザ駅の東からアストリア、リトマースブールバード駅の南の間の区間。IND クロスタウン線、ベッドフォードタのストランドアベニュース駅。中央の線路は、 方向転換の際に使用される IRT42 丁目シャトル4本目の線路は1960年以降使用されていない。加えてニューヨーク市地下鉄の路線には一時的に副線から三線となるいくつかの側線がある。例えば BMT カナーシー線8番街駅の西や IND クロスタウン線コートスクエア駅の南である。 ニューヨーク市地下鉄の路線では複々線区間は一般的である。これは他の都市の地下鉄システムが通常複線が一般的なのとは対照的に独特のシステムとなっている。通常、これらの4本の線路はそれぞれ上下線用の観光線及び急行線として使用されている。例外は以下に記載する。基幹路線 IND6 番外線。 ブロードウェイ、ラファイエットストリート駅47丁目から50丁目、ロックフェラーセンター駅間。IND8 番街線、チェンバーズストリート駅、ワールド、トレードセンター駅から168丁目駅間。ダイクマンストリート駅から207丁目車両基地への分岐点までの間。IRT レキシントンアベニュー線。 ブルックリンブリッジシティホール駅から125丁目駅間。IRT ブロードウェイマイナス7番街線、チェンバーズストリート駅96丁目駅間。BMT ブロードウェイ線、キャナルストリート駅57丁目から7番街駅間。BMT ナッソーストリート線、チェンバーズストリート駅構内。四川ブロンクス内の区間で複々線となっている、路線はない。 以下のニューヨーク市地下鉄の路線は全区間で廃止されたが大部分の区間で運行されていない。サウスフェリーループス駅のような廃止された一駅のみの支線や廃止された路面電車路線はこの一覧には含まない。ありがとうございます。